はいどうもピオキングです。今日はですね世界のコースやっていきますか。でね、最初に見つけたコースがこのキッズ用っていうコースなんですよね。クリア率が想像以上に低くなったので簡易版を用意しました。まあこれはですねオリジナルがきっとあるんでしょう。まあそれでもですね、まあ、こんな見た目にしてクリア率が 1.2% 何ぼやったっけ1.2 ちょいね 1.2% ちょいなんで、まあ難しいんでしょう。まあどうやっていくんでしょうか。まあこれは普通にハテナブロックを叩いていいみたいな。なるほどね、そういうことですか。じゃあどうやっていくんだろうね。ハテナブロックを叩いてこの P が出るより早くあのフラワーのところに行けみたいな、まあそんな感じでしょう。一回普通に行ってみようか。叩いて、はいはいはい。いやこれ結構難しいね。さすが 1% だね。ちょっと待ってね、はい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 。待って本気でいくわ。もう集中します。はい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 。アホだアホだ。待って本当難しい。マジでちょっとうわ来た、うわ来た、見た、いやむずけ。いやこれマジむずけ。いやマジしてみてこれ一回。はい、それじゃあ次はですね、あのトテムズで人気ランキング順に探したらさ、なんか196番にちょっと変わった感じのコースがあったんですよね。まあドッスンが2体いるんですけど、サムネはまあクリア率が 3% ちょいでね、まあ謎だよね、どんなコースかわからないんですけど。スカイストーンみなんとかマイトスカイツ、あまあいいやもう噛みすぎてもういい。わかった、これドッスンをこうやって利用しながら行けみたいな感じ。あーこんな感じか。あわかったわかった。で次はこのまま右行きます。はい、ごめんごめん、ボンミスしましたね。まあよくある話です。大体なんかねボンミス多いんですよ僕。最初こういうところ、でこれちょっと邪魔くせ。でこれはカメいるのかな、いらないのかな、ちょっと待ってね。はいはい。でうわー、カメいらんね。まあまあまあちょっと気を取り直して初めからやっていきましょう。でまあよく見ればねそんなに難しくないねここ。まあこうやって一回ドッスンを左にやっておいて次右でしょ、でこんな感じで、これはドッスンが右に来る前にここに入る、多分これで合ってるきっと。オッケーオッケーオッケー。で今度はうわどっち、これはなるほど。さすがに分からんよね今の。これ多分ねドッスンより早くこう行けみたいな感じじゃないかな。でこうオッケーでじゃあいい。面白すぎ。楽しすぎここ。まあ、こういうコースもいいねたまには。上ね、これ上して左だね。トロールかよこれ。まるでトロールじゃねえか。ここタッチして右でじゃあうわむずけえぞ、ちょっと待ってこっち、うわうわもう怖い怖い、まず先に進むのが怖いね、でも楽しすぎる、うわはい。ダメだ。ゆっくり行こう、ゆっくり行きます。ここは多分このコースはね、あのゆっくり行っても多分もう満タイなコースですね。だから先見ながらねゆっくり行こう、ほいほいほい。でここであれ来るでしょ、じゃあそしてここでここね、オッケーで次右行きます。でこのまま右行って多分ねこのオンオフしたら右に逃げなきゃいけないと思うんですよね、こっち、そう襲ってくる。でこのままジャンプ、どこに行った、あぶねいや今のは奇跡だね。でどっちこれ、左ね、でオンオフ変える、で右、うわーこれむずいね、どうしよう、あのドッスンがこっちに襲ってくるから右上に乗った瞬間ジャンプ、はい、よっしゃ危ねえ。マリオのジャンプ力が高くて嬉しかった。何言ってんだ俺は。何嬉しかったって。頭悪い。あこれ逃げるパターンだ、オッケー得意ですよ私これ、ミンバトで鍛えられてますからね。でここでジャンプ、そうここで右逃げる、いや大丈夫、これなんかあれだね、ミンバトのバトリオコースっぽい。そしてここも右、オッケーオッケーオッケー、オッケー、なんでだ。変わってくれよ。自分で変えなきゃいけないのか。じゃあリベンジいきますか、多分もういけるよ。ところどころねなんかパタパタとかなんかトゲゾウとかこいつ置いててさ、ちょっと意地悪いんだよなこのコース。でここは自分で変えて、ここも変える、もうセルフだね、もうセルフ変えるね、ここ
ドカン。多分これゴールある、きっと。これはどうだ。うわ、ズルしました私。あっ待って、上に行けなかった。これ多分ズルだよね。一回こうしておく、そしてこう、あ、これが正解なのかな、もしかしたら。いや、でも普通に行けると。こいつはどうだ、左に来る。あ、下に行くのか。いや、ここではやられませんよ、きっと。ちょっと怖いんで、こっからジャンプしていきます。あ、いや、今のコース楽しかったね。あのドッスンのコースめっちゃ好きでした。それじゃあね、2つ目次65番にあったんですよね。クッパリングアクロバティックかっこハードって書いてます。最近ね、こういうちょっと難しいのをしてなくて、ちょっとなまってると思うんですよ、あの腕が。あのミンバトとかで勝つためにはね、やっぱ、うん、たまにはこういうね、難しいステージもやっていかなきゃと思うんで、早速やっていきましょう。で、こんな感じかな。で、コインの通り行こうか。まあ多分ね、こういうコースってコインの通りに行けば大体行けます。まあクリア率はね、結構難しかったんですけど。で、これはここ2回、多分ここ2回であって、うわ、コイン2個あったから2回と思ったんだけどな。コイン2個あんま関係ないね。まあ普通に行こう。まあコインが2個あっても関係なく。あ、待って、トロールだ。なんか最近さ、週1のペースかな、まあトロールコースやってるんですけど、意外と評判が良くて。なんでかわかんないんですけど、まあそんなに僕がね、やられるところが皆さん見たいのか。皆さんド S だな、みんな。そしてここで中間ポイント。うーわ、危ねえ。ナイス反射神経だったよね今。いや、今のはうまかった。いや、マジだよ、マジだよ。何言ってんだ。何マジだよって。あ、これはどうするんだろう。一回、多分右にやると思うんですよね、この中身。中身、右にやって、右へ。いや、届く。オッケーオッケー。で、このまま右。で、降りよう。あ、で、右で。オッケー。うわ、難しい、ここ。そして、今度は、中身出して、多分、パウブロック叩かなきゃいけないっぽい。こんな感じ。いや、いいよ。大丈夫。で、パウ、パウ持っていこうか。パウ、多分これ持ってって、なんかしなきゃいけない。こんな感じ。うえ。どこ投げてんの。よくあるんですよ、僕こいつをね、上に投げること、めっちゃよくあるんですよ。そして中間ポイントか。うわー、ここで2つ目ね。まあ、多分ここをねクリアできれば、あのゴールがあると思うんですよね。じゃあしっかりこのハテナブロック叩いていこう。オッケー。そして次は中身出して、あのここ行こう、コインのとこで、もう一回中身、そして引っかかる。いいね。で、ここではオンオフブロックで、はい、よし。うわ、ちっちゃくなったな。ちっちゃくなったからちょっと踏みにくいぞ。はい。うわ、むずい。うわ、今まででかかったからさ、ちょっとちっちゃくなって、うん、難しくなったね。まあそれでもね、やっぱコインの通りに行けば多分行ける。まあちっちゃくなったからといってね、コインのある場所は変わるわけじゃないんで、きっといけるでしょう。ほ、ここ、よし、オッケー。で、右ジャンプ、よし。なんだこれでいいのか、この土管でいいのか。多分きっとゴールでしょ。来たー、これは一気アップでしょ、きっと。ステーステーとよし、なぜ。ありがとうございます。はい、それじゃあ最後なんですけどね、まあこのコース非常に面白そうなんですよ。まあ、30秒のスピードランって書いてますけど、まあベストタイムは18秒、意外と余裕があるんだね。つってもさ、クリア率が 0.95、 まあ 1% 切ってるんでですね、結構難しいと思うんですよ。あ、一回地面から離れちゃったら着地しないでゴール。ちょっと待ってって。いや、今のは無理でしょ。わかった、これどんどんあれだね、飛んでいけみたいな、多分そんな感じだね。で、は、これあれだね、僕が苦手とするあの壁当てコールジャンプがいるパターンだね。しかもこれ地面ついたらいけないみたいな、きっつ。大丈夫かな、いけるかな。ちょっと待ってて、ちょっとおい。いや、個人的にですけど、まあこれですね、まあ 0.95% マジ超えてますね、これ。なんかね、 0.3% ぐらい。いやーね、結構難しいんですよこれ。いや、来た。いや、なんかわかん、おっと、左。うわ、うわ、惜しい。なんか左スタート地点にさ、ドアあるじゃん、あれ入ったらね、なんか途中からなんですよね、なんか練習できるみたいな、まあそんな場所に出てくるんですよ。確かね、どの辺だったっけな、もうちょっとこの先ぐらい、なんか今右見えるでしょ、あそこに出るんですよね。で、こっから練習できるみたいな。で、いや、ちょっと待って、そんな話してる場合じゃねえ。はっ、じゃあここ左、よしか。で、コインの通り行こう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 、よっしゃ。この動画が良ければグッドボタン、そして
リオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。